見渡してください。すごい人でしょ。今肉声でヤバって言いました。ヤバい前にご挨拶をお願いします。皆さん、ファンクラブの皆さんです。今日で松坂さんと会った時に並びました柳です。そんな感じの緩いトークで迫っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まあ撮影は後でいいんだ。なんでいきなり最初から撮影なんですか。意外とね、また綺麗に撮れるんですよね。うまく撮れました。あ、ドアラと言ってても俺が叱られるんでやめてください。撮れました。とりあえず終わりましたね。終わりじゃない、終わりじゃない、終わりじゃないね。しますよ。はい、安打数もそうですけど勝利数も並ばれたということですか。並ばれたそういう思いましたよね。まあ、今日はロッカーで、はい、松坂さんが帰ってきたの、投げ終わって帰ってきて、はいはい、ナイスピッチ、ナイスピッチングですって言ったら、ピッチングの話よりも並んだぞ。いい関係ですね。しかしまさかこのタイミングでね、横浜高校の大先輩がドラゴンズに入ってきて、こういった形でね、ご一緒できると思ってなかったんじゃないですか。はい、いや、僕はちっちゃい時から本当に松坂大好きに憧れて野球やってきたんですよね。今、夢のようです。夢のよう、はい、貴重なひとときを、ね、大切にして、もっともっとね、勝ち星も競い合ってくださいよ。はい、頑張ります。よろしくお願いします。